おはようございます。ちょっと今日は大な、あ、あのギリなんだよね。そう、めっちゃギリギリ。でもなんかお母さんが寝坊したらしい今日。お母さんが「えもう30分?」みたいな。なんかお父さんが多分一人で行ってごそごそなんか準備してて、お母さんはなんか多分二度寝しちゃって、いつも6時45分ぐらいに起きるんですよ。お母さんに6時半に起きて、え待ってもう6時半なんだよ、で私は今日朝ショールームするよってことをお母さんに伝えてたから、もう6時半だよって起こしてもらって、そうそう、ありがとうございます。そうで普通にめっちゃいつも通り準備してたらもう7時40分になっちゃって、やばいやばいってなって、ありがとうございます。おはようございます。今週ってさ、もう公演ないのかな私。てか来月マジ公演少ないね、2回しかない。なんでこんな少ないんだろう。舞台とかあるのかな。2回だよ、2回普通の公演が。でもまあ20時以降があるかもしれないってことか。朝でさえつけて始まらないって、なんなん。え、てかさ、あれあったよね、あの6期生。え、今日さ、なんかさ、6期生のさ、あ、7期生のさ、オーディションのさ、あれっていつかな、なんか三次審査の様子みたいな。終わってるよね、三次審査。17日ぐらいにあった。やっぱオーディションのことなんだ。ちょっと私も一番あって、私もさ、あのめっちゃさ電源さオフってさ見よう。
ちょっと音がちょっと HKT オーディションで書いてた。え、始まんないねなら終わっちゃったんじゃない。ちょっと私もテレビつけたわ、いい部屋のから。私も見ます。始まったら、始まったら教えて。今日録画してないんだけど。誰か録画してるはずだよ、こういう時絶対。こういう時誰かがね録画してるな、きっと。ね、まだ始まってないんだね。あ、始まったんじゃない？あ、トレンド福岡。なんでだろうね。始まってない。え、あと 5分で終わらせちゃう感じ？その特集は。あ、え、美味しそうこれ。私ね今ね写真がないくて撮りに行きたいんだよね。そう、写真撮り行きたい。ないんかなこれ。もうね、めっちゃ前に終わっちゃったよみたいな感じなんじゃない。もう5時ぐらいに終わっちゃったよみたいな。え、本当にさ、まだ始まってないの。でも HKT オーディションって書いてたから、ないことはない、絶対に。絶対にあるけど、もう終わっちゃったんじゃない、6時ぐらいに。6時から見てる。すごい、それはガチで、ガチだからまだ来てないらしい。あ、だって来ない来ない。これこのさ、お天気終わったら来るのかな。実況。え、6度だって寒っ。なんかさ、昨日も寒かったよね。お天気の後に来るかもね。もうね、七期生が来るのがね、すごい私は待ち遠しいっていうか、なんか別になんかそういう別楽しみだけの気持ちじゃないけど、なんか一番は、まあ、七期生がどんな子が来るのかなって。そう、え、なんでなくなっちゃったの。でもさ、なんか前もさ、あのなんか急に特集が入っちゃってできないみたいな。ないのか。お前もね、急にね、なんか特集が入っちゃって、6期の時かな、分かんないけど、なんかで、いや忘れたけど、そう、なんか特集が入っちゃって、多分野球とかのそういうのがあって、入っちゃって次回に回しますってなった気がする、ロッキーの時。今日そういうのがあったのかな、予定になかったものを。でもいつもね40分ぐらいからあるのにね、3、40分ぐらいから。なんだっけ、チャーハムに加入しよう、ちゃんとやってくれる子がいるなら私は全然歓迎しようと勇気ではいる。ロッキーの特集見返したって。そうだよね、このお天気のアナウンサーさ、
アナウン、あ、来た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 よ、みんなみんな来た、諦めずに待っててよかった。来ました、七期生オーディションやったー。ちょっと音がないからわかんないけど、これさ、だってバンされるよね普通に。音ちょっとちょっとちょっとだけね。でも私バンサイダーもおしゃれなんだ、今日夜できないかもしれない。だってね、もう一人来て書いて、さあちゃんおされじゃあさあちゃん、なんかロッキーがさ、なんかロッキーが7期に対してどういう感じになるのかっていうのが気になっちゃう。そう、どういう感じになるのかなっていう、7期の子たちに。そう、いいのとか、まあ、もじもじ絶対。でもね、私も人見知りだからまで話しかけられないの、本当に。おはようございます、ね、さっちゃんつってた ね、確かに年上の後輩、ね、年上の後輩ってどんな気持ちなんだろう。いや、楽しみなことに越したことはないけどね。いやこれ何のダンスだろう何のダンス何のダンスだろう。先生が作ったかな。え、こういうのさ、モザイクかかっても私はさ、あ、モザイクかかってなかった。あ、結果は映ってない感じね。ここまでだって、でもさ、もう3時だよね。3時で、ね、4月の何日にあれだったよね。あ、576日、ね、レーシャルっぽい。はい、13位ソウシさんありがとうございます。12位ソラさんありがとうございます。11位 YK さんありがとうございます。10位ヒデさんありがとうございます。9位ニシケンさんありがとうございます。
8位ダイさんありがとうございます。7位おたまちゃんさんありがとうございます。6位ただのサダの魚さんありがとうございます。5位なつきさんありがとうございます。4位かんさんありがとうございます。3位しみしみさんありがとうございます。2位スティックさんありがとうございます。1位陽一郎さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、ちょっと今から覚えなきゃいけない曲があるんだよね。私頑張って覚える。